こんにちは。ネイチャーエンジニアのカメラです。今回紹介するのは、花の蜜を吸うハイたち、花ブ、パートナーのワンキチと一緒に紹介していきます。ハエというと、不潔なイメージを持っていませんかそう思われる理由は、腐敗した食べ物や、糞を食べる印象が強いからだと思います。しかし実は、ハエの種類によって食べるものは様々。その中でも、花ブは、 主に花の蜜を吸うハエたちですこのように、ハエは誤解によって一緒くたに嫌われがちですが、実は多彩な仲間たちがいて、とっても面白い虫なんです。ところで、花アブはハエなのですが、名前にアブとついています。アブとハエの分類の区別の仕方は、羽化して成長になるときのサナギの開き方。サナギが感情に開くものをハエ、サナギが 縦に開くものをアブとして区別しているのです。ハアブはサナギやカンに開くので、ハエの仲間になります。とても紛らわしいですが、ハナアブはアブという名前がつくのに、分類的にはハエの仲間なんです。実はハアブは、嫌われがちな虫どころか、人にとって液中とされる虫たちです。ハアブ科の昆虫に含まれるヒラタアブの幼虫の多くは、 アブラムシを食べてくれます。アブラムシは農作物を弱らせてしまうので、それを食べてくれるヒラタアブの幼虫は農家の方にとってありがたい虫なのですね。また、花アブは成虫も液虫とされます。その理由は、花の蜜を吸収性があることから植物の花粉を媒介するため。植物を育てる方にとっては幼虫も成虫もありがたい存在なのですね。 余談ですが、では、糞を食べるようなハエたちは悪影響しか生まない悪い虫たちなのでしょうかいえ、決してそうではありません。彼らは確かに感染症を媒介したり、衛生面の問題を持っていたりもします。しかし、ハエたちが糞や腐敗物を食べて小さく分解することで土に戻すスピードが早められます。彼らがいなければ有機物の分解がされなくなり、 自然界のエネルギー再生のサイクルは止まってしまうかもしれません。どんな生き物もほとんどの場合、自然に何かしらの形で生態系に貢献をしていることが多いのです。花ブ科には、花アカ、ヒラタアブカ、アリノスアブカという3つの界グループに分かれます。グループごとに、いくつか花ブの仲間たちを紹介していきます。まずは、花アカに属する 波花碑。波とは標準的、よく見られるみたいな意味の言葉です。なので、名前的には波花アブは最も標準的な花アブという意味になります。花アブらしく、ずんぐりした可愛い体型の種です。こちらは木腰花キゴシとは黄色い腰という意味で、確かに黄色い色の腰をしています。 しかし僕的には黄色い腰よりも粉がついたような目の方が印象に残ってしまいます。なんだか不思議で愛嬌のある可愛らしい花あぶです。こちらは松村長花碁。花あぶの仲間は全体的に蜂に似せたベイツ型擬態をしたものが多いですが特に力の入った擬態をしているものもいます。その一種が松村長花あぶでスズメバチに非常によく似た姿をしています。 ベース型擬材をする生き物は、自身に毒や武器はなく、虎の良いをキく狐的な戦略をとっています。次は、ヒラターブ赤に属するホソヒラターブ。よく見られる種ながら、スマートなシルエットの体に銀色の光沢があって、とっても美しい虫です。こちらは、ヘビヒラターブ。ヒラターブは黄色の姿のものが多いですが、こちらは青い模様が美しい種です。 この写真を撮影したときは、なかなか静止してくれず、撮影に苦労しました。そして、アリノスアブアカに属するアリノスアブ。名前のアリノスとは、昆虫のアリノスのこと。この花アブは、成虫になるまでの間、幼虫はアリノスで暮らし、アリの幼虫を食べて育つという面白い習性を持ちます。アリノスアブは、巣の中でアリに攻撃されないようにするための、 何らかの能力を持っていると思われます。それと、アリノスアブの成虫は、幼虫時代に蓄えた栄養を使って生きるため、何も食べません。つまり、花に集まらない花アブなのです。花アブは、あまりポピュラーな虫ではないように思いますが、実は、とっても面白い虫たちです。身近な場所にもたくさんの種類が暮らしていて、公園の花壇など、少し探すだけでも、何種類もの花アブが見られるはずです。 花ブは、ちょっとした散歩をより楽しくしてくれる虫たちなので、お近くの公園なので、ぜひ観察してみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、身近になれるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。